どうもこんばんは、お久しぶりでございますね。去年ワールドカップですかね。ワールドカップまでは元気に、頑張ってたんですけども、まあワールドカップが終わって、まあ何も喋ることもないので、まあ3ヶ月ぐらい休んでいたんですが、まあプロ野球もね、開幕したということで、またちょいちょいブログも、ブログじゃないね、これ、YouTube、撮ろうかなと思ってますというところで、まあ、ベイスターズですよね、今年も。まあね、開幕4連敗ということで、始まりまして、まあ、その後4連勝、無事ね、取り戻して、まあね、最初4連敗した時は、今年はどのぐらいで止まるのかなというふうに思ってたんですけども、まあ割と早めに、連敗も止まり、まあ開幕したかなというところでしょうかね。ベイスターズ今年は強いんじゃないかなという感じですよね。なんかやっぱりバウアーを早く見たいですよね。バウアーがもしバリバリ投げれるようであれば、ちょっと優勝してし、本当に優勝してしまうんじゃないかなっていう気が、感じがちょっと出てきましたよね。だって、バウアーいて、今永いて、大貫も戻ってくるでしょ。で、東、平、浜口。で、まあ、石田とガゼルマンぐらいいるから、もう先発はもう十分いますし、中継ぎがめっちゃ充実してるんですよね。三島戻ってきたし、森原選手、森原ですよね、楽天から。去年も良かったんですけど、去年から期待してたんですけどね、まあコロナとかで、投げれで、まあいろいろあって、ちょっとそんなに去年は投げれなかったんですけどね。まあ言っても安明、エスコバ、伊勢いて、入江いて、今4人でしょ。で、まだそっから、森原いるでしょ。森原でしょ。それから、もうちょっといたような気がしたな。ベンデルケン、ベンデルケン。で、タダケン、平田あたりも、まもなく戻ってくるんでしょうし、みたいな感じで、中継ぎも、数いるしですね。まあ、あとは牧選手がね、フィットしてくれば、いいのかなと。まあ、あとは、今シーズンに関しては、あとはもうショートですよね。ショート、森くんなのか、京田選手なのか、または林くんなのかっていうところなんでしょうけど、まあ、自分ちょっと林くん推し、ではあるんですけれども、森くんもやっぱり捨てがたいかっこよさもあるし、林選手はなんか面構え好きだし、でも京田選手もいいんだよなっていうところで、まあ、このショートがね、まあ、キャッチャーがね、まあ、戸柱選手もちろんいいんですけど、やっぱり山本くんがね、やっぱり自分の中でね、ラミレス監督の時から山本推しですので、まあ、山本くんが今シーズンはね、去年よりも試合出るんじゃないかなというふうなところで、期待していますね。まあそのぐらいですか。まあそんなもんですか。とりあえずだから、まあ、ピッチャー陣は先発長すぎともに結構盤石だと思うんで、あとはまあ野手次第なんですけども、オースティンのことを忘れてましたね。これもしオースティン選手が戻ってきて、最初の年みたいに打ってくれるんであれば、これはちょっと優勝しちゃうんじゃないかな。まあ、あとは外選手か。あとね、外選手が、なんかさすがにちょっと厳しいのかなという気がしないでもないんですけども、まあオースティン選手戻ってきたら、これは強いでしょう、間違いなく。ただね、守備の誰がどこにいるのか、もちろん外選手がさすがに出れなくなるのかな、ファーストオースティンとかになる感じ、
まあ、それでもね、外野がね、太田選手とか上里選手が出れなくなって、今、関根選手いいですしね、みたいな感じで、結構気がついたらそういう感じで、戦力が溢れてきているので、結構だからやっぱり強いんじゃないかな。あと他のチームのことをよく知らないんですけどね、阪神とヤクルトがどんな感じなのかよくわからないんですけれども、まあ、ちょっとベイスターズ今年はこうなると、あとはオースティン選手とバウアー選手次第ではこれ勝っちゃうんじゃないのみたいな感じには なるんじゃないかな。先発が6回ぐらいまで投げれば、あとは中継ぎで、抑えますから、なんか自分が予想したよりも今年は強いんじゃないかということで、とりあえず1本、もう1本ぐらい通るかなという感じで、おやすみなさい、さよなら。